阪急三380系電車。阪急三380系電車は、阪急三380型電車は、かつて、阪神急行電鉄及び京阪神急行電鉄、ともに、現在の阪急電鉄に在籍した小型の通勤系、電車である。先に、宝塚線に登場した320系の、造備車として1936年に6両が、製造された。 本形式は1936年10月に380から385の6両が川崎車両で製造された。基本的なデザインは前年に製造された320型を継承しているが、車体や装備機器が320型と大きく異なったことから、新形式の380型を与えられることとなった。なお、この時期にはすでに、 神戸線に登場していた920系の TC が950型を名乗っており、現在まで連綿と続く TC 車及び T 車は50以降という半球独自の番ルールが登場しているが、本形式が本来 TTC 車の番号とされる80台の番号を名乗った理由は不明である。車体は前述の通り百二十型をベースとした軽量構造の全構成車体で、車体長は 約15メートル、側面窓配置は、D1D6D1D、D、乗務員扉、D、客用扉、戸袋窓、前面は320系同様中央に、貫通扉を配した3枚窓で、運転台、側幕板部に、行き先方向幕、女子台側幕板部に微灯を配した、両運転台車であるのは320型と同一で、あるが、車体幅は、 約2.4メートルと320型より、車体幅が50ミリメートル広くなっているほか、電気溶接を多用したことから屋根を除いて、リベットレスの車体となり、ウィンドシルも半球発の平ら体となったことから見た目が、マートになったほか、車体重量も320系の21.7トンから、約1.3トンの軽量化が達成されて20.4トンとなった。 屋根は320系の中央にガーランド型通風機を一列4機配置、その左右にランボードを巡らせている配置から、ランボードの左右に片側式のガーランド式通風機を4機配置する方式に変更され、385には試験的に押し込め形ベンチレータが使用された。座席は320系同様、ロングシートであるが、袖仕切りがパイプ式に変更されている。 900型に近いイメージの320型とは異なり、翌年神戸線に登場した920系三次車を先取りしたスタイルで登場した。主要機器については、台車は住友金属工業製の中高性釣り合い、良式台車である KS-33 系で、時空系には宝塚線では初となるスウェーデン SKF 車製のローラーベアリングを、 採用した。主電動機は、300系の宝塚線転入時に、主電動機の搭載機数を4機から2機に半減した、際に年出された、ゼネラルエレクトリック社製 G-240A e を4両に、同等品であるシワウラ製作所製 SE-121E を残り2両に搭載した。いずれも1時間定格出力8 2ットであり、300系同様、 宝塚線の橋梁の荷重負担能力から1両、あたり2機搭載した。駆動方式は吊り掛け式、制御機は電空か無軸式で、ゼネラルエレクトリック車制 PC-12 と、同等の芝浦 83PC-1 であった。歯車比は300型と同じ20時55分で、320型に比べると、ギア比が高くなっている。ブレーキは320型と同じ M3 同弁を、 使用するアム自動空気ブレーキである。このように、車体は320系のモデルチェンジ版であったが、性能面では300型に準拠したものであり、本形式及び300系300から309に、1938年以降に増備された500型は、51系及び51型と同等の性能を持つ300系310から319。 および320型と宝塚線所属車両を2分する勢力を築くこととなった。こうしたことから搭乗時は本形式と320型との並結及び共通運用はできなかった。320型に続く宝塚線向けの新車となった本形式は急行から普通まで宝塚線及び未納線での運用を開始した。 320型に比べ主電動機1機あたりの1時間低角出力は大幅に向上したものの前述のように主電動機数が半減したため車体が軽量化されたとはいえ320型に比べて1両あたりの出力は低くなってしまったこの瀬が如実に現れたのは現在の大阪駅ガード下及び阪急百貨店内にあった梅田駅を発車して 東海道本線の古戦橋を過ぎた時点で、急勾配で高架に駆け上がる時で、軽快に駆け上がる320型とは異なり、本形式や500型はかなり苦しい走りぶりで、高架線へ駆け上がっていった。1939年には320系同様、全小島にフードを取り付けるなどの投下完成工事を実施している。1943年には385が500。 軽最終造備車のうち連結相手もなかった530と2両編成を組んだが、この際、385は530と連結する大阪側の運転台機器を取り外していた。本形式も320系同様太平洋、戦争末期の空襲にも大きな被害を受けることなく、終戦を迎え、戦後間もなく10日完成用のフードなどが撤去された。 戦後の一時期380から383の4両が連合軍専用車に指定され白帯を巻かれた。また、1950年には385が神戸線の800系801の851の803の853の3編成とともにアメリカ博覧会の PR 塗装に変更され黄色とマルーンの二色塗装となった。 1952年の企画工場工事の際に、ドア部分にステップを取り付けたことから、車体幅が約2.69メートルに拡大されている。この前後の運用は、本形式のみで2から4両編成を組んだほか、同じ性能を持つ500型や550型と、並結して3から4両編成を組んだ。 1954年から1955年にかけて、本形式は51系の610系への機器流用に際して、51型が履いて装着していた、ボールドウィン BW-78 から 25AA 台車の荷重負担能力の関係で、本形式がそれまで装着していた、KS-33 系を610系に転用し、これに変えて51型から燃出された。 ボールドウィン BW-78 から 25AA を装着することになった。この時に、電装品も610系に供出したことから、全車制御車化されて、今津線に転出、320系編成の中間に従来、連結されていた81から86に変わって、組み込まれることとなった。この時期、本形式の運転台機器は残されていたが、 営業運転で先頭に立って運用されたことはない。320系同様、しばらくは、今津線の主力として運用されていたが、1956年2月に発生した庄内事件以降は、小型車の4.5両編成での運行が常態化したことから、本形式は320系ともども中間に1型を、組み込んだ500型と交代する形で、全車宝塚線に復帰した。 同年10月から1957年4月にかけて1200系の製造に際して、伝送解除された300系310から315の伝送品を活用して再伝送され、主電動機は芝浦製作所 SE-107 を4機、制御機はゼネラルエレクトリック PC-5 を装備して、320型や先に51系の伝送品に、 換装された500型と性能の統一が図られたことによって、これらの3形式は並結及び共通運用が可能となった。再伝送後、380から382の3両が西宮車庫に転属して、再び今津線で運用されたほか、紅葉線での運用を開始した。1950年代後半から1960年代初頭に、 かけては本形式と320形、500形の根結で4から5両編成を組んだりしたが、本形式は6両と、両数が少なく、半数が宝塚線から転出していたことから、比較的まとまった両数のある320型とは異なり、本形式のみの4から5両編成はもちろん、本形式の中間に付随者化された1型や300、 型を組み込んだ4から5両編成を蘇生することはなく、320型や500系の増結用として活用された。その後、宝塚線への1100系や2100系の増備、神戸線への2000系増備による920系の宝塚線転入に伴い1961年10月までに、残る3両も西宮車庫に転出、今津線、紅葉線に加えて、 伊丹線での運用を開始して、これらの支線区が主な運行路線となった。本形式は320型や500型と同様、1960年代後半に予定された新方線の河川電圧1500ボルトへの昇圧に、際しては昇圧改造の対象外となり、1964年以降、 超圧速応車として大量に増備された三千点三一1 0系に置き換えられることとなった。本形式は九百六十六年十二月までは運用されていたが、九百六十七年五月に旧車状態のまま乗せ電気軌道の平野車庫に搬入されて構内に留置された。この頃の乗せ電気軌道では乗客像を見越して先に運用を開始した三百二十型や本形式の 他500系23両も平野車庫に搬入しており、500型は複線化や路線改良のたびに実施されたダイヤ改正に伴う輸力増強に際して順次整備の上収益していったが、本形式の収益は後回しとされたまま留置され続けた。その後、1975年に野せ電において本形式の収益が検討されたものの、 長期間屋外に留置されていたために状態が悪く、結局383のみ、整備の上同年4月1日付で同社に対応され、他の車両は7月24日付で半球席のまま廃車されて、現地で解体された。ただ一両復帰した383は、車内はクリーム色の塗りつぶしに変更され、 標識等を埋め込み形に変更されるなど、500.32 0型と同様の整備が行われた。復帰当初こそ先頭に立つ姿が見られたが、列車無線取り付けの際に対象外とされた結果、500系の中間に挟まって5両編成で使用されるようになった。1977年には、野瀬電鉄に譲渡され、さらに1979年に、車体更新及び中間車化された。 この際、特徴ある屋根ベンチレータが500系同様の箱型のものに変更されている。その後も500系の中間車として使用されていたが、1500系の増備に伴って編成を組んでいた500型と共に1985年8月1日付で廃車された。この383だけは、車内の壁は木目調のままで、クリーム塗装にはなっていなかった。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。